こんにちは、ハープの吉野直子です。今回の演奏会でボイルデューのコンチェルトを弾かせていただきます。そうですね、普通はね、ハープってなんか珍しい楽器なので、なんでこうハープになったのって聞かれるんですけれども、私の場合は母が、ハーピストなので、本当に生まれる前から聴いてたというか、気がついたら、まあ、うちに楽器もあったし音も鳴っていたしという感じで、まあ、そういう意味ですごく身近な存在だったんですね。それで6歳の時に、父の仕事の転勤でアメリカに家族でロサンゼルスに引っ越したんですけれども、そこでスーザン・マクドナルド先生という素晴らしい演奏家で先生にとの出会いがあって、まあ、多分その母ももちろん母にも習ってたというか、ずっと一緒に勉強してきたんですけれども、そのマクドナルド先生との出会いがあったからこそ、このここまで長くハープを続けてきたんじゃないかなと思います、ね、本当にそういう意味ではなんか私もこう出会いに恵まれてきた人生っていうか、これも一つで自分の意思でアメリカに行ったわけではなく、まあ本当家族の転勤で行った先でそういう素晴らしい出会いがあって、本当に良かったなって思ってます、はい、本当にもう考えてみたら、オープンのそのね、昨年30年っていうすごく記念の年、ね、水戸芸術館と水戸室内も、はい、そしてその本当90年にオープンした4月の、演奏会でもコンチェルトを弾かせていただいたりして、だからでたびたび本当オーケストラの中の一員として水戸のこのステージに水戸室内の皆さんと一緒に演奏してきて、非常にこう本当にこう親密な、仲間というか、なんかメンバーじゃないのになんかこんなこと言わせていただいていいのかわかんないですけれども、なんかこう仲間の一人として、昨日もまあ久しぶりね、去年はコロナのこともあったり、まあ、今も続いてますけど、でここ伺うのも意外に久しぶりだったんですけれども、本当にリハーサルの頭で音が出た時から、あ、このいつも馴染んでる音っていうか、その特にそれで今回指揮者が、いない公演なので、よりこう一人一人のプレイヤーとのこうやり取りとか、まあ、そういうことがすごくストレートに指揮者を介さないでできるっていう意味で、なんかもちろんこのいつも素晴らしい皆さんの前でソロを弾かせていただくっていうすごく緊張感もあれば、でも安心感、こう信頼してっていうのもあるので、非常にこう昨日は初めてのこの曲の音合わせだったんですけれども、最初から馴染んでというか、こうちょっとなんか懐かしいところに戻ってきたなというか、なんか楽しい時間、これから練習そのがその本番ももちろん楽しいんですけれども、やっぱり音楽家にとってはその練習っていう過程、それをみんなで作り上げていくっていうのがまたすごく楽しいっていうか、やっぱりそこがやっぱり嬉しいことなので、これから練習まだ続きますけれども、こんな中で、はい、どう変わっていくか楽しみ。お客様は初めて聞きますっていう方も圧倒的に多いと思います、はいはい、そして作曲家も、はい、知らないっていう、はい、まあ本当にね、あんまり演奏されない作曲家ですし、はい、まあ、ボエルデューっていうのは、まあ、フランス人の作曲家で、はい、モーツァルトのちょっと後、まあ、ベートーベンぐらいのと同じぐらいの時代で、まあ、フランスのモーツァルトって呼ばれて出たみたいな、当時のそのオペラコミックというジャンルというか、
そういうオペラの作品を数多く書いて、まあ、当時は多分たくさん、ね、演奏、今は、ね、ちょっとあんまり演奏されてないですけれども、そういう作曲家です。それで、まあ、ハープのコンチェルトが、比較的、まあ、ハーピストの間では知られている作品で、今回、まあ、ちょうどモーツァルトのシンフォニーが、メインに来るということで、ちょうどそれに合うかなと思って提案をさせていただいて、はい、で非常にだからモーツァルト的というか、そのやっぱりなんだろうな、細かいパッセージがこう軽やかに、まあ、フランスなのでちょっとこう洒落た感じで、サロンで演奏しているようなちょっとこう親密な感じの、音楽というか、もっと親しみやすい、なんかみんなとおしゃべりしているような感じの音楽だと思うんですね。でなので、なおさらこの、まあ、大きなオーケストラで大きなホールですごく大きなホールでやるのももちろんありなんですけれども、今回この水戸芸術館ぐらいの規模でこの室内オーケストラで指揮者なしっていうのは、まあ、とってもこの曲にの良さをまた引き出すというか、なんかこのみんなのキャッチボールとか、ちょっと音楽で会話をしている、楽しんでいるような感じが、ちょっとシャレっ気があるというか、はい、おしゃべりな感じだと思います。そうですね、はい、これはマーラーの5番のシンフォニーの中の1楽章ですけれども、そうです、最初に本当オープンすぐ91年に、演奏会で皆さんとご一緒して、その後レコーディングもしたので今 CD でもありますけれども、やっぱり指揮なしでやるのがやっぱり大変な曲というか、非常にこうゆっくりだし、こうみんなのこう微妙な、なんて言うんでしょうね、テンポの揺れだったり、合わせるポイントだったりで、まあ本当にこういう信頼できる人たちの中でだからこそ指揮なしでできるっていう曲だと思うんですけれども、その初めて、そうですね、ここで私弾いたのが多分初めてアダージェと弾いただと思います。そんなに私オーケストラの中で弾くという経験がすごく多くなかったので、その91年の時に、なので私も初めてだし指揮者はいないし、それで練習でやっぱり下手するとどんどん遅くなっちゃうんですね。もともとすごくテンポはゆっくりなんですけれども、そのなんかみんなでこう聞き合ったり探り合ったりしてるうちに、なんかだんだんこう遅くなっていっちゃったりする。昨日も練習でちょっとそんなことをね、遅くならないに、まあ、しようねっていう話があったんですけれども、それですごく覚えてるのは、みんなで大変どうしようって言ってる時に、小澤征爾さんがリハーサルにいらしてくださって、それで、いやちょっと僕が一回指揮するから弾いてみてって言われて、もうこのステージでもう確か立って座って、なんかとにかくもうみんなこう囲むようにして小澤さんがこう指揮をしてくださったんです。それでこう、あでこうみんなでこうやって、あそうだよね、こういうふうにこうやればいいんだっていうか、なんかすごくそれが強烈に覚えていて、それでね、でもじゃあ本番頑張ってねっていうか、これから頑張ってねって言ってもまたはいそう戻られて、でもなんか そこがやっぱりその小澤さんの力でこうみんながまたよりこうまとまるというか、ね、今ももちろん、ね、小澤さんいらしてないですけれども、なんかその気持ちっていうか、それはなんかいつも感じるもの。そうですね。でも30年前ですね。はい。
ね、昨年本当に最初にこのコロナがわって広がって、本当最初私自身は何かその まずどんな病気かわからないし、なんかもうとにかく多分私は過剰にこう怖がっちゃったというか、なんかこうわからないので何をどうしていいか。で、まあコンサートも、いきなりほとんど全部バタバタバタとキャンセルに最初はなって、まあ、仕事もなくなって、でそれこそなんか私はその頃はなんか逆にハープもなんか弾く気にならなくてっていうのはなんか変なんですけれども、なんか私はその逆にハープを弾いてる場合じゃないぐらいに思って、なんかそれ以前のなんかこう根本的なこう生きるとか、その人間のこう生活そのものっていうか、もちろんその音楽は自分にとってすごくその生活に直結するものなんだけれども、なんかそれ以前のなんかもうちょっとこう根本的な感じで受け止めてしまって、だからなんか全然そのハープに向かわない日、向かう気がっていうのがちょっとしばらく続いたんですね、私は。それで、でもようやくまあそれも過ぎてっていうか、まあちょっと時間が経って、で私は去年、2月の終わりにコンサートがあって、あと3月が全部キャンセルになって、その後になって、6月に、これは、無観客でホールで配信するっていうのに参加させていただいたのが確かそのコロナになって初めてのこう、まあ、演奏っていうか、まあ、もちろんお客様いなかったですけれども、1曲だったんですけれども、でまあそれもあるし、またなんか夏も少し、まあ、レコーディングをしようとか考えてたので、少しまあ楽器をまた弾いて、でそのホールのそれは合わせ物だったので一人じゃなくて、まあリハーサルとか始めて、なんかそこで、あ、これは本当に自分にとって必要なものだったなっていうか、こう、あ、こんなに嬉しいこの人と音楽ができるっていうことがだなっていうのが、なんかすごく改めて、当たり前なんですけど、なんかまあ本当にちょっとありがたみが薄れてたというか、やっぱりこう日常的にコンサートをねやってると、なんかでもそれがすごく思ったし、あとは私はちょっと遅くて9月に初めてお客様の前で演奏するっていうか、それはコンチェルトだったんですけれども、あって、やっぱり、あ、なんかこう、ね、言葉は交わさないけど、やっぱりお客様のその聞きたいっていう気持ちがすごく伝わってきて、なんかやっぱり私もそのもちろん自分にとって音楽は大事なんだけれども、それをまあ、共演者だったりお客様と共有、なんか同じ時間を共有するやっぱりのが本当に必要っていうか、やっぱり人間ってその一人じゃね、どうしてもなんか社会があってからあるからこそ人間っていうか、なんかそのありすぎても疲れちゃうんですけれども、なんかその辺がすごくより強く思うようになって、逆にまあ、何がどういうものが自分にとって一番大事なのかっていうことも、まあ、今なかなかこう自由にまだ行動ができないので、その中でこう選んで行動しなきゃいけないじゃないですか。だからまたそういうことを通して、なんか優先順位っていうか、自分にとって何が大事なのかっていうことがすごくよりはっきりなんか見えるようになってるような気がします。うん、だからこれで元に、まあ、元に戻るのかね、分かんないですけど、これだけ、ただまあ多少これでみんながもう少し普通に会えるようになった時に、何かやっぱり前と同じではなくて、こういい意味でなんか新しいものも、まあ、生まれる、自分の中でも生まれるのかもしれないなっていうか、すいません長くなっちゃって音楽の話からも離れましたけど。
ね、本当に楽しみです。なんかもう水戸にで演奏するのが本当にここで、あのなんか一つなんかあもう帰ってきたみたいな感じがすごくあるので、まあ多分お客様もね何回もこう MCO の演奏を聴き、まあ、私が乗っているコンサートもたくさん聴いてくださっている方もいらっしゃると思うので、はい、楽しみです。あの土曜日と日曜日のコンサート、あの本当に楽しみに、私たちもしていますし、あのこの本当に素晴らしい水戸芸術館のホールの響きでこう生で音楽を届けられることをあの本当に楽しみに、あの私もしているので、ぜひ一緒にその時間を過ごしにいらしていただければと思います。